皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家の後三橋貴明です。そして本日は特別ゲストといたしまして俳優の井原剛様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずちょっと宣伝ですけども、はい、形成史論の、林千勝先生の大東亜戦争の真実シリーズが要望殺到につき再編、まあ、再掲載になりましたのでぜひ皆さんご視聴いただければと思います。さあ本日も井原さんをお招きして、はいはい、三橋 TV お届けするんですけども、もともと経済とか興味あったんですかね。僕ね、役者を18歳からやってまして、はい、高校卒業してそれで29歳の時に会社を起こして、はい、飲食店を経営してた。ものすごく意外ですね。まあ、多い時は25店舗ぐらい。すごいですね。事業家じゃないですか。起業家じゃないですか、完全にそれって。それをでも2年前に、売却しました、はい、会社を。飲食店2年前に売却したってものすごい良かったタイミングですよね、それって。そうなんですよ。別に狙ってたわけじゃないですけどね。はい。はい、それで、まあ、経済というか、まあ、その興味はずっとあったんですよね。うん、はい。いろいろと三橋 TV ご覧になってて、何が一番、ピンときましたか。あるいはそのこれを聞きたいみたいなのありますか。これじゃないですか。これみんな大好き。ああ、そうですね。これをだから借りて初めてお金が生まれると。そうそうそう、うん、この発想やっぱりなかなかなくて、なかなかこう理解しにくいですよね。はい、難しいですよね。コウキさんどうですか。いや、その感じわかります。なんだろう、私は最初お金に触れた時はなんかお給料として振り込まれてそれを引き出してみたいな感じで1万円札が手元にあるって感じだったので、なんか誰かが借りてこれが私の手元にっていうのがいまいちつながらなくて、なんか最初モヤモヤしました。モヤモヤ、絶対お前嘘言ってんだろうって思ってたんだろう。本当かなってでも本当にそうなんですよね。銀行預金っていうのは、うん、我々が銀行からお金借りた時に通帳に書かれることで発行されて、うん、それ支払うことによって流通しているのが一部が所得ってことで、高家さんに渡って、はい、井原さんも事業されてる時に借金されたりしましたよね、銀行融資とか。借金、そうですね。一番最初はね、うん、銀行その行って役者ってなんて信用ないんだろうなと思って、その時もキャッシュで2000万ぐらい持ってたんですよ。はい、で、いや、やっぱ銀行に借りてちょっとやろうと思って行ったら、うん、いや、井原さん申し訳ないですけど役者さん来年どうなるかわからないのでちょっと貸せないんですけど、もしその2000万を担保に入れてくれれば2000万お貸ししますって言われて金利払うだけ損するだけじゃないですか。あ、じゃあいいです。ドライですよね。うん、はい、その後もずっと無借金だったんですか。その後も2件目も同じようなこと言われて、はい、でも2年後にまだキャッシュで僕2000万20代で持ってたんで、うん、まあ、その頃よくコマーシャルとかもやってたんで、はい、それで3件目からようやくその事業が認められて貸してもらえるようになって、はい、15店舗ぐらいまで一度借金あったんですけど、はい、あるその僕の知ってる、事業やってる方から「井原もう借金はいいぞ」って言われて「気楽だぞ」って言われて、はい、あ、じゃあ俺も無借金目指しますって一回無借金にして、うん、それからやっぱり事業をもっと拡大したいと思って、はい、その時にまあ数億円、銀行が、うん、その時はもう銀行が借りてくださいって来るんですよ。お店がうまくいってるからってことですかね。そうですね。で、いや、今別に出す予定ないんですけど、とりあえず借りといてくれないですかって、はい、こんなもんか銀行って最初の頃は全然貸してくれなかったのにみたいな。まあ、でも事業を始めてなかったんですよね、まだね、店舗出す前ですよね。まあ、ちょっと難しいかなって気がします。でもこう実績が出れば喜んで貸してくれるでしょう。だから役者さん全然、本当役者ってね、信用ないんですよね。来年どうなるかわからないって、僕が不祥事やると全部仕事になる。あ、そうですね、そうですね、まあ、そういうことですよね。ただその時、まあ、井原さんが事業を拡大しようってことで銀行から、まあ、例えば1億円借りた時、この世になかった1億円という貨幣がボンって生まれました。借用書かかりましたよね、多分ね。あれと引き換えに銀行が、
まあこうじゃないですよね、書くだけだからね。そうですか。それで多分井原さん支払われるじゃないですか、いろんなところに。それ、はいはい、それが回り回って小池さんとかに、はい、で、無借金経営がいいとか言って借金返済されちゃったら貨幣がジュッて消えたっていうのが、これが真実なんですけど、これなかなか理解してもらえないんだろう、これが。うん、難しいかな、やっぱ。でも今回コロナの影響での定額給付金でしたっけ、特別定額給付金ね、あれでなんか結構分かりやすくなんかダイレクトに感じました。いきなり数字増えましたもんね、はい、あ、だからそれはもらえるもんだからね、はい、自分が何も仕事してない勝手に数字増えてるから、ね、そうそうそう、この数字一回どっから出てきたんだって話。まああれは政府が負債発行、はい、まあ、国債発行でお金借りて銀行に俺はちょっと増やせってやったんです。でもあれってだから政府がそうやって負債で借金をしたからみんなが増えてるってことですよね。もちろんそうですよ。あれがなかったら無理ですよ。そういうことですよね。はい、だから借金が増えると僕ら増えるんですよ、ね、預金、まあ、資産が、ね、資産が増えるんですよ、はい、いやそうですよ。でもこれは当たり前で、だって負債と資産って表裏ですから。まあ、井原さんにお渡しした図の中だとこれ一番分かりやすいかなと思うんだけど、これまあ当たり前ですけど、これ誰かの純資産は誰かの純負債です。これは誰かの資産が誰かの負債で、誰かの負債が誰かの資産だから、こういう関係になるんで、政府が純負債を拡大してくれたら我々の純資産が増えるんで、これで政府に借金返せって言ってる人は自分の財産を取り上げてくださいって言ってるのとイコールになっちゃうんですよ、どうしても。でもそっちの方が多分響きがいいんですよね、社会的には。不思議なもんですよね。なんかお前自分の金なくなっていいのって話です。これでもよくよく考えてみたら、まあこの問題もあるけど、もう一つポイントがあって、はい、多分井原さん事業をおやりになってたからお分かりでしょうけど、多分費用を削ったら利益が膨らむじゃないですか、うん、そう、うん、ところがどんな会社だって個人だって同じだから、小池さんが家計でできるだけ節約したら残る分が増えるんですよね、はい、ということで政府も費用を削減したらなんか残る分が増えるってイメージになっちゃってるんだけど、いやいや、政府が費用削減ってことは政府が使わないってことだから、お前たちの利益が減るぞってことなんですよ、うん、この場合はこう関係性になるじゃないですか、個人の話と政府と社会っていうこの関係性の話がごっちゃになってるんですよ、ね、だから経営者がね、政治家やるとね、やばいんですよ。どっかの居酒屋の社長みたいな、まあ、居酒屋チェーン店の社長みたいな人がなると費用削減しか考えないから。でも経営者としては正しいと思うんですよ、うん、政府でそれやるんじゃないっていう、そこの切り分けができてないんですよ、はい、これ難しい、この話も。だからあれですよね、世の中で要するに努力で、例えば投資して利益が増やせいければいいけど、はい、そうじゃない時に削ってその利益を増やしていく、はい、その時代がずっと続いてるんですよね。本当に20年か30年やってますね。それでそのトップの人がどうやってうまく削れるかによってその手腕が問われるみたいなところ、ね、典型カルロス・ゴーンですよね、うん、はい、そうですよね、はい、コストカッターってことで彼は日産の CEO になったんで、だからああいうのがずっともてはやされてるから、我々も自然に費用を削ること善なんだと、自分の費用を削ったら確か残るものが増えるから善なんだ、じゃあ政府も削れってなっちゃってるわけなんですよ。そうするとどんどん縮小していく。そりゃそうですよ、だって政府が金使わないってことは我々の所得が入らないってことだから、うん、まあ、この関係とそのさっき今の話ですよね、これだけでもなんとか理解してもらえないといけないなと思ってるんですけど、説明されたら誰でも分かると思うんですけど、気持ちとしてはでもやっぱり昔もったいないっていう言葉が一時流行ったことがありましたね、はい、その精神って実は みんな持ってるじゃないですか。持ってますね。贅沢は敵だじゃないけどね、うん、そうそうそう、贅沢は悪だみたいな、はい、でもそれがあるからそれが邪魔するんですよね。そうなんですよまさにそうで、私がだから、まあ、10年ぐらい前ね、初期の頃にこの話をして、政府はお金を使ってくれるってことは皆さんの所得増えるんだからいいことなんですって言ったら、あるその言論人の女性から、言ってることわかるんだけどそれってもったいないってどうしても思っちゃうんですって言われて、いやもったいないって、政府が使わなかったらあんたの所得削られるぞって話なんだけど、やっぱこう超えなくちゃいけない壁があるんです、ハードルがありますよね。どうしたもんでしょうね、これね。だからそれはその家庭の要するに収支と、はい、国家の国の収支の考え方がそもそも違うんですよね。違いますね、はい、だから僕なんかもある時子供がね、お父さんいっぱいさ、なんかさ、どこで吸ってんのっていう話、これ、ね、作ってんのって話して、うん、国が作ってんだよっていう話、日銀が作ってんだよって話して、はい、じゃあそこでいっぱい作ればみんな幸せなんじゃないのって言われた時はもう十何年前に、いやそうか、あんまりするとお金が世の中に出回るとインフレになるみたいな、要するに頭だったんですよね、はい、だからそれはあんまり良くないんじゃないかなって、
でも子供の発想当たってたんですよね、はい、しかもデフレじゃないですか、すでに時期的にそうそうそう合ってますね。それでもご家庭でもそういうお話されてるんですね。まあまあ子供にね小遣いをこう渡して小学校から1日20円とかね、それで自分で貯めて好きなもん買いなさいっていう、まあお金のことをちゃんとこうやり取りできるように。うーん、今日たまたまここ来る前にね、あの三橋さんと会うって言った、ああお父さん前からなんか面白いテレビって話してたよねって、俺もちょっと YouTube で見るとかですね。最近ね株を始めたんですよ、授業あれ結構アメリカの大学行ってて、はいね、株の授業とかあるんですよ、はい、でクラスでなんかトップ2になってるからすごくその興味あって、うん、でNISAっていうのもやりたいとかって僕登録して今で、そういうのでいろんなこう情勢見た方がいいよって、国際情勢、トランプが今、うん、ねコロナでこれも大きく変わるか分かんないから、はい、こういうのを見た方がいいよって、今日三橋さんと会うんだって言ったら、ああじゃあ俺もちょっとあのそれを YouTube 見るって前言ってましたね、うん、はい、うん、だこれ謎で、あのねその映画の話で言うと「カイジ」っていう映画シリーズあるじゃないですか、はい、3本ありましたけど、あの山本太郎さんが確か1話とか第1章第2章出たのかなと思うんですけど、うん、そこの貨幣ってこれなんですよ完全に、うん、で、あの特に一番最後の3部目が一番ちょっとある意味ひどいんだけど、要は日本がその財政破綻するってことになって、それで総理大臣たちがその札束が入ったこのスーツケースみたいのを、はい、俺の金じゃーってことでこう確保するんですよね、はい、で、まあ、結局それはあの取られちゃうってオチになってんだけど、いや本当に人間ってお金はこれだと思ってんだなってつくづく思ったんです。これですか。あるいは牛島くんっていうあのドラマにもなったけど、元々の漫画もその金を貸すときはこれを貸して、で牛島くんが返済に行くときはあの相手の財布からこれ、おい返済ですありがとうよってやるわけですよ、はい、これイコール金になっちゃってるんですよね、うん、この感覚ってやっぱ本当は間違ってるんだけど、もう相当染み付いてますよね多分我々に、うん、というのはこれが金じゃなくて、もう僕らはそういうふうにね、うん、これが1万円で思ってるけど、うん、これはだからそれ本当は信用ですよね。日銀の借用証書でしょ、書いてありますから、ね、だから信用してるってことですよね。これで物が買えるとか、うん、これで何かができるとみんなが信用してる、はい、全員が信用してるんですよね。あと銀行預金ってこれが、まあ、今100兆円ぐらいなんですよ、日本全国流通してるのが。銀行預金が1600兆円ぐらいなんですよ。ほとんど銀行預金なんですよ我々が使ってる金って。ところがなんか物ですって認識になってるから、だって牛島くんだって金返させるときに、あちょっと振り込みしてってこうスマホでやらせればいいんだけど、客の財布からこう現金抜いていくんで、ほんとこれが金だっていう、これイコールこれだけが金だっていう認識になってるんだなと思ったんですね。コウケさんもやっぱりその病にかかってます。かかってたと思います。なんかそれが物で、そのお金というものをいっぱい集めてみたいな感じが一番のスタートみたいな感じから組み立てて考えちゃってたから違かったんだなって。もともと数字結局数字なだけだな、まあ、情報ですよね、うん、井原さんが多分その若い頃に起業される際に貯めていたという2000万も数字じゃないですか。あれこれ持ってなかったですよね、2000万分まさかと思いますけど持ってないですよね。あでも若い時一回ねそのものをもあの手にしたかったから、はい、車買う時に500万ぐらい下ろして、怖くないですかそれ、あと5つ束にして、はい、で車買いに行ったことあります、はい、これめちゃめちゃリスク高いじゃないですか。それ持ってかれたらアウトだから、そうですね、はい、だから結構不便なんですよこれって、はい、で500万ぐらいならまだいいんですけど、3000万とか4000万とかになると紙袋が必要になってきて、奥とかになるとスーツケースがいってって形になるから、だから実はあの銀行預金がなんだかんだ言って便利なんですけど、ね、はいはい、ただなんかみんなこれが大好きな、うん、はい、でもこれちなみにあの日銀が、日本国内の銀行が持っている日銀当座預金引き出しますって言った時に発行した瞬間にお金になるんで、日銀の倉庫に眠ってる時はただのこれ小切手帳なんですけどね、札束ってお金じゃないです。でもそこで盗まれたら多分お金として流通するんだろうけど、統計上はお金になってないんですよ、日銀の倉庫で眠ってる現金紙幣って。なぜならこれ小切手ですから、小切手っていうのは振り出さないと金にならないからという理屈なんですけど、こんなマニアックな貨幣論をやってるのって多分日本で私だけだと思うんですけど昔はでも僕らこれキャッシュでね、給料も手渡しでもらってた、それが良くなかったと思うんですよ、ね、それが良くなかったと。だからそのイメージがやっぱり残ってるじゃないですか、うん、それあれすごい手間だったと思いますよ。まあでも嬉しいですよね、分かるんですけ ど僕もね最初にねあのずっとアルバイトして食えなくて、はい、モデルのバイトした時にキャッシュで100万円もらったことあるんですよ、でボンって札が立つってこういうことだったあれ本当に良くなかったと思いますよ、ね、あの本当に現金で給料渡してたんですよ、時代があったんですけど。いつからいつぐらいですか。
我々バブルの時も、いやバブルの時まだありましたから、まだありましたね、はい、いやあれ会社がすごい手間ですからね、数えてね、数えて給料袋っていうのに入れて、はいって感じで。逆になんでそのこうなんていうんですか、手渡しから銀行振込になった理由って何ですか。楽だし不便でしょう、というか大変でしょう、うん、会社それバブルとかで、そう安全だし、バブルとかでお給料が増えて、その分なんていうの量が多くなったから銀行振込になったとかじゃなくて、それはないと思いますけど、ね、なんかただの時代のそれだったら高度成長期の方がもっと増えてます、インフレもあったから、はい、必要なあの現金支援 の札束の厚さは増えてたと思 う。あ、昔電気屋さんでいつもアタッシュケースに1億円ぐらい持ってる人いましたよね。何が有名なおじさんで、はい、いましたよ、ね、何電気かちょっと怖くないかな、まあ、あいましたね、いつもそれでアタッシュケースに1億ぐらい入れて、常に持ってるんですか。そう、何の意味がある、狙われるよ、ね、でもなんか愛してるわけですよ、愛してるんだこれを。でもめちゃめちゃリスク高いじゃないですか。そうですよね、はい、うん、いやその最近はね、だから銀行にあるのも大丈夫かなって思っちゃう瞬間があるんですよね、うん、お金で数字でパッて見たら消えてたら、わかるよ、これこの間サイさんが全く同じこと言ってた。それは要はハッキングとかされてゼロになっちゃってたらゼロ、はい、まあでも一応通帳っていう紙の記録があるんで、はい、あのまあ一応担保あるんだけど、でも気持ちはわかります、ね、ただの情報だから、うん、はい、消されたらアウトですよね。でもそれをじゃあ家に引き出して立派な金庫を買いました、うん、そこを入れてそれが 100% 安全かっていうと何が起こるか分かんないですよね、泥棒が入るかも、いや絶対旅行行かなくなりますよ、火事があるかもしれない、そんなことを心配してたらもう気苦労ばっかりでね、はい、寿命落ちしまっちゃうからで、ね、まさに今の話が銀行の始まりなんですよ、うん、昔は金貨をたくさん、まあ、使ってたんですけど、その金貨たくさん稼いじゃった商人がこの金貨ずっと持ってんのって怖いよなってことで、はい、いわゆるゴールドスミスっていう金財商人に預けて、彼らが書いた預かり証が貨幣として流通して、ふとある時、いや俺なんか金貨貸さなくてもこれ貸さないんじゃねえって形で銀行券っていうのを書いて、はいってこう渡し始めたっていうのが銀行の始まりだから、うん、まあ今と同じなんですよ、はい、不便ですよこんなの実際は、うん、でもじゃあお前これいらないんですかって言われたら、まあいるんだけど、はい、いらないんですけど、はい、とこの話と、あとはだからこれがそもそも日銀の借用証書だし、一番最初の始まりは実は政府があの国債発行することで最終的にこれが生まれて皆さんの手元に回ってるんですよっていうようなことを、だから誰も説明しなかったんですよ。でも高度成長期の下村治とか高橋是清とか、その過去の経済担当者の成功した人たちは多分全員分かってたんです。なんか嫌ですね、たかだか知識の差だけでこんだけ差が出ちゃうんですよ、ね、うん、僕それなんか水差し TV で聞いて、うん、やっぱりあの高橋是清さんのことも、はい、もうちょっと調べて、こう、はい、あこの役やりたいなってちょっと、あいいですね、いいですね、思ってるんですよね、うん、いいですね、あそんな人がこういたんだと思って、うん、いた、ね、はい、でしかも彼は今のように統計とかが整備されてなくて、インターネットとかで、私今インターネットとかポン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 情報取っちゃいますけど、それもできない時代にちゃんと分かってて、かつもともと事業家で、まあよくペルーに投資して失敗したりとかもしてるんですけど、まあいろんな職やってるんですけど、いろんな失敗を経験した上で最終的には大蔵大臣になって総理大臣になって、はい、で大蔵大臣何回もやることになるんですけど、うん、そういう政治家とかが今本当にいなくなったなっていう感じがします、うん、なんか要は国家と企業を同一視しちゃうみたいな、はい、あと企業経営者もさっきの無借金経営じゃないですけど、いや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 、金を借りてでも事業を拡大するのが経営者の使命なんですよっていう、まあ表向きはそうなんですよ確かに。でも今のデフレの時代にそんなことやりとっても無理じゃないですか、客がいないんだからと、うん、やっぱ結局デフレにね到達しちゃうんです問題が全て、うん、やっぱりそういう時こそ国が助けてくれないと本当にどうなんですよね。だからその根本な考えに、はい、国の考えの中にやっぱり破綻してしまうかもしれないから、そんなことはできるだけしたくないっていう考えですよね。 それが大きなやっぱり核だと思うんですよ、この変わらない。僕コロナの時にそう今思い出したんだけど、あの兄弟でやっぱりあの ビジネス靴屋さんとか飲食店やってる弟たちがいて、もうこのままじゃ潰れるって言って、僕その時にツイッターでだいぶコロナになって最初の頃ですよ、はい、まあ、自粛もしないといけない、もちろんしないといけないかもわかんないけど、自粛っていうのは国の助けがあってこそ初めてできるもんだみたいなこと書いたら、はい、えらいねバッシングされて、そうなんだ、みんながこんな時にさっきの話、はい、耐えてるのに何を言ってんだあなたはみたいな、みたいな、
うん、なんでやね、当たり前のことやけど、それでだいぶ経ってからそうなってきたじゃないですか、はい、やっぱり10万円が必要だとか、ね、なんとか金っていっぱい出たじゃないですか。でも最初の頃僕つぶやいたらね、うん、こんな時に国が大変なことに時にお前が稼せよみたいな、すごい自己責任なんですねそんなことやったら国家いらなくなっちゃうもんね、はい、ほんとそうですよね、はい、だからその根本はやっぱり財政破綻するっていうところがあるから、これがもう大きくあって財政は破綻しない。でも三橋さんの言うように、まあ僕三橋 TV の受け売りなんですけどねあのいうようにある、やっぱ一定のそのハイパーインフレにならないように要するにやっていけば、これはだってみんな嬉しいじゃないですか。どん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 公共事業とか増えて、お金がどん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 回ってって、それでこう俳優のそのギャラも上がっていく、上がっていく、順調に上がっていく、そう、そしたら僕らもっと使う、そう、ね、どん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 それで回っていけば、みんなが、誰が損するの？あのね、誰も損しないんです、はい、そうですよね、誰も損しないんです、はい、それでだって今インフレにしたくてデフレでね、はい、2% っていうのが目標でしょ。全く届かないですね、今マイナスになってる、ね、だからそれでみんなが、だからみんなが使うようにしないと、だからみんながこんな不安で、まあコロナも不安でどん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 煽ってるから使わないんですよね、はい、危ないと思って貯めちゃうんですよ。分かりますよ。で多分貯めた人がある意味正解だったんですよ、うん、要は怖い怖いところで銀行行く増やしていた人はそんなに今悲惨なことになってないけど、いやとか使ってた人たちは多分本当に悲惨ですよ今、うん、所得を得る術なくなっちゃったからでですね、まあ、結局デフレとデフレのところにコロナが来ちゃったっていうんで、うん、まあ、ある意味変わるきっかけになるかもしれないですよね今が、うん、そうですよね、はい、でその根本っていうのはこの三橋 TV を見てると、じゃあ誰がそういうふうにしてるんだ、だ財務省っていうところが出てきて、はい、でこの間僕聞いたのに、でもいろんな省があって、例えば今菅政権が例えば官僚を少しこう締め付けたりしようとしてるでしょ、はい、だから財務省もそうすればいいのにって、いやいやいや財務省はその省の中の一番上にいて、なぜ上かというと、その省がいろんなことを決めた時に財務省にこの予算でいいですかとお伺い立てるから、むちゃくちゃ権限を持ってる、はい、今まさにそれやってます、査定やってるから、だから政府ともなかなかそういうふうに政府の思い通りパワーバランスで今度対等化下手する上ですよね、うん、でじゃあ財務省の人たちがなんでその緊縮財政じゃなくてその考え方を変えないのかっていうと、財務省の中に緊縮するとその人たちが出世コースに乗っかっていける、でその人たちは自分の家族を養わないといけない、自分のためじゃなくて家族のためにせざるを得ないという、もうなんかこう、もうこんな悪循環ないですよね、もう構造ですよね、これ本当に厄介ですけど、でも大体人類の社会ってこんなもんなんで、うん、こんなもんなんですよだからまあこの辺を正していかなくちゃいけないなと思うんですけど、ちょっと次回はですね、ちょっとまあせっかく井原さんお越しになられてますんで、明るい日本の話をしていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。MMT についてもっと詳しく知りたいという方は、三橋貴明の最新刊知識ゼロからわかる MMT 入門、こちらが参考になります。こちらの方は書店では購入できません。こちらの QR コードからお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。